はい、アンチに関わらずですね、あらゆるところに、まあ、いじめとか攻撃っていうのはあるもんですよね。平和の中にも戦争があり、戦争の中にも平和があると昔の人は言ったもんですけども、結局置かれた状況でベストを尽くしていくってことには変わりがないのかなと思うんですよ。さあその中ですね、アンチいじめというものが社会にあるのはもう大前提だということに考えを直したときにですね、じゃあどういうふうにそれを回避していくか、どういうふうにそれを打ち勝っていくかっていうことを普段からやっぱり学ぶことってできると思うんですよね。まあ、そのうちの一つが、こういったアンチコメントをどう捉えるかですよね。私はアンチも一つのコミュニケーションの始まりだと思います。最初から仲がいい人っていうのもいると思いますけども、最初は仲が悪かったけども、だんだんと お互いに認めるところが出てくるってところもあると思うんですよ。もちろんですね、そういう気がない一方的な攻撃だけ仕掛けたいっていう人もいますので、そういう人とは距離を置くか、そういう人に出会ってしまった自分のその運の悪さをね、考え直すところも必要だと思いますけども、少なくともですね、人に大切にされる、その人に大切にされた人っていうのはいじめに遭いにくいのかなと思いますし、人に貢献する人っていうのはピンチに陥りにくいのかなと思います。もしくはね、ピンチに陥ってもきっと助けてくれると思うんですよ。でそのためにはピンチに陥った人を普段から助けているかどうかってこともあるんですよね。危機に陥った時にオロオロして何とかしてくれ、助けてくれ、自分のために何かしてくれというふうに狼狽してですね、ただ助けを求める人になってしまうのか、それともピンチの時だからこそ自分が何ができるのかを探してそれを実行していくと、その繰り返しで危機を自分の力で脱出していくようになるのかどうか、ここが大きく分かれるところかなと思うんですけどね。ネットビジネスをしていてもピンチってのは訪れるわけですよ。アクセスが取れないとか売上が出ないとか、いろんなところで危機が訪れます。その時に周りの人に何とかしてくれ、助けてくれというだけなのか、それともですね、自分なりの策を講じていくのか、いやいや黙っていてもですね、ピンチなんじゃないのっていうふうにして手を差し伸べてくれる人が自然と現れるような運の良さを身につけているのか、人生いろいろかなと思いますけども、皆さんいかがでしょうか。それでは。